私はまさみ。御年45歳になるただのおばさんだ。少し話したいことがあるので黙って聞いてほしい。結婚してからもう20年。夫は普通のサラリーマン。若干20歳で結婚した私は、優しくて誠実な夫の性格に癒され、みんなから憧れのような生活を送っていた。サラリーマンで結構収入があり、自慢の夫だった。夫は私に専業主婦でいいよと笑顔で言ってくれてた。私は家事をしながらも、友人たちのランチ会にも毎回参加したり、独り身のように楽しんでいた。このような生活の私にも夫は、たまには息抜きもしないと、と言ってくれていた。私が夜飲みに出かける日は、仕事でクタクタでも自ら掃除や洗濯をしたり、仕事で疲れてるのにご飯を作ったりしてくれていた。友人たちからは、なんていい旦那さんなの？といつも言われていた。こんな優しい仏のような夫は他にいないのではないか。そんな夫のありがたみに数ヶ月前までの私は少しも気づかずにいた。私がどんなことをしても夫は受け入れてくれる。そんないい夫に私はつまらなさを感じるようになっていった。結婚して数年が経過し、私はある時参加した合コンで年下男性のエータと出会った。友人たちを利用し、何とか開催した合コン。そもそもこのような合コンに行く時点で、既婚者らしからぬ行動だと思う。私はまるで自由という言葉を履き違えた、単なるおバカさんだった。その合コンで私はとても気になる人に出会った。エータは、会社を一人で築き上げた、敏腕経営者。夫はサラリーマン。エータは夫と比べてセクシーで、なんだか余裕に溢れてる。年下だが、私は彼にすぐに魅了されていった。友人たちはその合コンで冷めた目で私を見ていたが、そんなの関係ないと思った。彼氏は？今はいません。募集中です。と酔ったふりをしてエータに媚びを売っていた。夫という存在があるのにである。友人の朝子が必死に止めようとしてきたが、私は止めないでという意味合いで目で合図を送った。私はなんとか飲み会終盤でエータの連絡先を交換できた。その日はその後何もなく解散した。男性陣と別れた後に女性陣だけで他のお店に行き飲み直した。そこで私は全員から強く叱責された。私はいろいろな言葉を友人たちから言われました。その場では、はいはいはい、わかってるよ、と言いながらもテーブルの下のスマホを見ながら彼からの連絡を待っていた。友人たちの言葉を流しながら聞いていた。まるで自分の話ではないかのように、上の空だった。その日はそれで解散する。そしてその帰り道、エータから連絡が来ました。その日からやりとりが始まった。それから二人きりで会うことも増えた。絶対夫にはバレないだろうし。まあ気づかれたとしても、エータとの再婚も視野に入れていた。めちゃくちゃ浮かれてる私。しばらくして私とエータは自然な流れで付き合い始めた。一般では不倫という。私は暇な時間を見つけては頻繁にエータに会うようになっていった。一生懸命化粧をし、おしゃれをして彼に会いに行った。夫のお金でエステにも通い始めた。いずれ社長夫人、そんなことも考えるようになった。今の夫と別れ、社長夫人として今よりもさらに自由快適に生きる。そんなことを現実的に考えるようになっていった。ところが、何年経っても彼は結婚のことに関して何も言わない。
ただただ毎回ホテルに行ってイチャイチャしてホテルの常連みたいな感じ。私はそれに応えていればいつかは彼が手に入ると思っていた。そういう思いでいたので、エータのイチャイチャをいつも我慢して許してた。こんな関係に嫌気がさしてきた時期に、エータは急にプレゼントを渡してきたこともあった。ホストみたいな男性だ。私は彼に完全にドハマりした。一向に結婚の意思が感じられない。なんとかエータの気持ちをこちらに向けさせようと日々努力をした。社長夫人になるという夢を現実にするためにも。そんなある日、夫から、なんで夜中にいつも出かけてるんだい?と言われた。最近エータの言いなりとなって夜中に抜け出すことも多くなっていた。夫は熟睡してると思っていた。私はかなり焦った。私は必死にごまかそうとした。思えば公園に散歩に行っていたのと、何ともバレバレな嘘をついていた。夫はそんな嘘に納得するはずもなく、私の浮気を調査し始めたのだった。私はエータに夢中なので、浮気調査に全く気づかず、いつもの関係を続けていた。数ヶ月後、私は数日エータと旅行に出かけていた。旅行から帰るとなぜか自宅の鍵が開かない。私は焦って夫に電話した。夫からは、引っ越したよ。と一言。そして、離婚しよう。と言われた。私は望みのエータの元へと向かった。しかし、彼は既婚者だった。私とは遊びだったことを告げられた。夫は、エータの家にも来ていたらしく、エータの奥さんにも私たちすべてについて知らせていた。夫の執念はすごかった。私は完全に一人になってしまった。未来のセレブ妻だとか、結婚したいとか浮かれていたのは私だけみたい。私は夫に離婚を突きつけられたと同時に、エータとの関係もなくなった。エータは夫に慰謝料を支払った。エータの嫁は厳しく管理するという方向で、一からやり直すという話になった。私は同時に二つの慰謝料を請求された。エータの嫁と夫から、それに加えて離婚。平和で幸せな日々から一変して、どん底に落とされた。しばらくして、私は夫と離婚届記入のために会うことになった。しかし、あの優しい夫はもういなかった。同席していた弁護士の先生から、離婚届への記入と慰謝料請求の話だけをされた。私は夫に謝り、泣いてすがりました。私の要求を夫は一切受け入れようとはしませんでした。私は慰謝料300万円を抱え、一人ぼっちとなった。とりあえずは夜のお仕事を探し、日当を稼いではネットカフェで寝泊まり、パソコンを使って一生懸命仕事探しをした。この不景気な世の中、仕事はほとんどなかった。それに多額な慰謝料の支払い。正社員の給料でも返すことは難しい。なので私はグレーな仕事をしていた。お金を手に入れ、借金を早く完済したい。そんな思いだけだった。しかし私は逮捕されました。執行猶予はついたものの、前科持ちです。当然ながら借金の返済は待ってくれません。そして私は夜の世界に完全に足を踏み入れました。ただ、客とお酒を飲んだりするだけではない。いろいろ辛いことがある。だが、私にはこの生き方しかなかった。もうあの幸せな頃には戻れない。借金を返し終えたら、私はいろんな意味で変われるのかもしれない。